ーボードは何なんですか。まあ、これは、まあ、遊びで作った。これも宇田さんのやつ、ね、はい、ついでに展示してるんですけど、ここが静電容量センサーになってまして、押すと音が出ると、で押しながら裏側を擦るとベンドできるとというもの、発音からそのベンドセンサー全部を一つのチップでやってるというものですね。これ一つで、これはもう独自なんですか。これは、まあ、この基板ですか。この基板はなんか雑誌の付録についてくるような基板ですね。こういう静電容量センサーで遊べるという、でちょっと裏の方見つかるんですか。あ、裏は、裏かは見えないんですけど、実はこんな風にパターンが、あー、じゃあここをこう動かすと、動かすとベンディングができる、はい、というものです。まあ面白いですね。これをこれを売りに出したりしないんですか。一般的には自作しろと。売りにですか。普段はできれば販売したいなとは。あの、一時期止められてましたよね。じゃあ販売は開始されそう、できそうなの。これの出来次第ですかね。これは作りやすくなってる。はい、これは作りやすいです。